飯この島の食い物もこれで食い納めか。飲み物がなくなったな。サンジ、肉！肉がねえ。飲み物も肉もさっきので最後だ。次の島にたどり着くまで我慢しろ。何？肉がねえだと？飲み物もなしか。この島にいる間に宅配は全部お前らが飲み食いしちまったんだよ。だったらアリオが蓄えてたものがあるはずよ。本当か、リム？私取ってくる。ちょっと待ってて、急いで戻ってくるから。おう、頼んだ。あった、お肉と飲み物。アディオが残してくれた食材、ルフィたちに美味しく食べてもらえたら少しは恩返しになるかな。楽しかったな、ルフィたちとの冒険。そんなに楽しかったのならまた楽しめばいい、何度でも。それにしてもリムちゃん遅くねえか。どうした？ふう、噂をすれば帰ってきたんじゃねえか。ん？なんだこれ？リムが持ってた玉か？遅かったじゃねえかリム。早く肉くれ。あれ、リム着替えた？そんな黒い服持ってたんだ。な、ルフィ、どうした？お前、リムか？逃げて。今、誰か。何よ、ルフィ、どうしたのよ。何ですか、この光は。とあちいけど、ここアラバスタじゃねえか。なんだ、またメモリアか。勘弁してくれ、何度目だ。アカリム、早くここから出してくれ。わかったわ。どうしたんだ？おい、まだか。ごめんなさい、出られないみたい。どうも、なおちんです。ワンピースオデッセイやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日からダウンロードコンテンツをやっていきますね。序盤少し戦ってみたんですけども、まあ普通よりは結構難しい感じになってると思います。そろそろボスが出ると思うんですけども、もちろんクロコダイルでしょう。戦っていきます。
げえオーラだ。クロコダイル、ネズミが迷い込んだって言うから来てみりゃ面白そうな話してんじゃねえか小僧。さっき古代の異物って言葉が聞こえたが、詳しく聞かせてもらおうか。誰かと思えば戻ってきやがったのか、ニコロビ。ええ、そうよ。今頃気づいた。さあクロコダイル、今さら何をのこのこと。と言いてえところだが、天気を操る古代の異物、気象兵器が手に入るのなら俺はお前を歓迎しよう。それにお前も嫌がったのか小娘。私、他に誰がいる。俺はお前に感謝しているんだ。お前がくれたキューブ、こいつは最高だ。黒いキューブ。あれがあいつを強化した黒いキューブか。こいつの力は素晴らしいぞ小娘。この力があれば世界を相手にできる。誰が来ようが関係ねえ。この力に加えてお前らが言う気象兵器が手に入れば、俺は世界最高の力を手にすることになる。感謝してるぞ。ごちゃごちゃうるせえ。お前がどんだけ強くなろうと、イビの国に迷惑かけ続ける限り、俺は何度でもお前をぶっ飛ばす。まるで何度も戦ってるような言い草じゃねえか。俺はお前のことなんざ全く記憶にないがな。何度も戦って俺が勝ってる。だから今度も負けねえ。どこの馬の骨とも知れねえ小僧が、この俺を誰だと思ってやる。教えてやるぞ、身の程ってやつをな。推奨レベル、あ、ちょうどだね、58、ちょうどで強化されてて、黒いキューブはクロコダイルの HP 減少の時に姿を現す。で、黒いキューブを倒すと、クロコダイルが数ターン弱体化。ああ、なるほどね。強大な力を得たクロコダイルを倒せ。OK。クロコダイルは HP が減ると黒いキューブ。ああ、なるほど。まあ、とにかく、クロコダイルの HP を減らせっていうことね。で、黒いキューブはパワータイプで、凍結属性の弱点を持つ。難しいな。そんな装備してねえぞ。まあまあ大丈夫でしょう。まあ、基本はパワー盛り上げしてるので、もう押しに押してみましょうか。お、いきなり砂嵐が出てるね。切り替えがありそうだ。オッケー。あれはみんなで力を合わせるんだ。どれぐらいダメージ食らうかわかんないけども、まあまあとりあえずいつも通りで行きましょうかね。無視していいならば砂嵐は無視したいけど、あー、まあまあいけるか。それぐらいならいいか。違うな。いやー、こっから全体攻撃打ち込んでいこうか。そうするとクロコダイルからのダメージは受けないしね。周りを消そう。おおおお、全然いけるじゃん、全然いける。どんぐらい減らせる。いや、フォース、ゴムゴムの
砂嵐倒せればいいけど倒せないよな。あでも俺に逆らうのか。クロコダイル十分来い。エスペ減らせる。ぶっ飛ばす。行ってなんかいねえぞ。でここはアイテム使ってバフしていこうかな。腹減ったな。オッケー。来る途中に結構アイテム売ってて、うん、高級なやつもねかなり格安で売ってたんですよね。見てください皆さん。なので使い放題全然良さそう。オッケー出てきた。うん、うん、大丈夫やるぞ。死ね。残り2ターン。はいはい、あのキューブを2ターン以内に破壊しろっていうこと。ニューワールド、これで攻撃力 50% アップか。1回 25% アップだったよね。やるぞ。で3回まで重ね掛けができる。いけるか。で食べ物で 30% 上がってるから 1.8 倍。今のところとりあえずゾロで全体攻撃で砂嵐これで倒せる。あキューブもだいぶ減ったよ。いけるか。うん、あこの間はクロコダイル攻撃できないんだ。 OK ならばもう単体攻撃に切り替えて一発でしょう。キングコブラ。はいはい余裕で弱体化。厄介なのが。あ。オッケー。で動けないのかな。ならば、ルフィ HP はまあまあ半分以上あるから大丈夫でしょう。弱体化もしてるしね。でボールで体勢を下げてあげましょうか。ヘロヘロ。オッケー。これ次の攻撃でいけるんじゃない？デザートラスターだ。オッケー。いけるか。あ待って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 、最後のバフも入れる。でこれでブルックで 75% でアイテムで 30% やるぞ。で相手が 25% ダメージを多く受けるようになってる。いけるんじゃない。ギャッスネークマンゴムゴム。2カもあって欲しかったけどね。1年半前は出てなかったか。おいカンストしそうだった。はいそれでは戻ってきました。今日からねダウンロードコンテンツやっていきます。どんどん敵は強くなってくると思うんですよ。まあクロコダイルは全然余裕だったんですけども、この次はうまくいくかは分かりません。はいということでまたやっていきます。チェックよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。